はい、今日はですねちょっとタイトルにもあると思うんですけどアイドルの影山優佳さんとそれから J リーグのチアマン野々村義一チアマンにこれから僕が発表する3チームは見放されましたそれが何に関しての話をしてるかっていうお話をしたいと思いますでまず見放された3チームを これから発表したいいと思います、はいえー、まず1チーム目が AC 長野パルセロです、ね、僕のね動画の中ではしょっちゅう出てきますよ、えー、それから2チーム目が奈良クラブですそして3チーム目が、えー、レノファー山口です、はい、何について僕が怒ってるのかっていうことをね、えー、皆様に、えー、分かりやすく、えー、ご説明していきたいと思いますので、えー、どうか、えー、最後までお付き合いくださいよろしくお願いいたしますってことで えー、まず僕が起こった原因の、あ,ある本を紹介したいと思,思います。それが、えー、学研社から出ている、えー、つい最近、えー、発売されたと思うんですが、えー、J リーグ観戦ガイドみたいなものがね、あのー、発売されてるんですよ。まあよかったらね、えー、Amazon とかの、あにあのリンクしておくので、まあ皆さん見てください。ここではね、ちょっと表紙は、あのー、 著作権の絡みがあってあの出すことできないんですけど、えー、表紙が影山陽佳さんが載ってて、えー、J リーグ、えー、スタジアム観戦ガイドね J リーグ見に行こうみたいなねサッカー見に行こうみたいな、えー、案内なんですよ、えー。スタジアムの紹介だったり、えー、各チームの、うん、紹介だったりねスタジアムグルメの、うん、紹介だったり、まあ、観光スポットなんかも紹介されてます。 ところがね、俺びっくりしたのが、あの、長野は、えー、紹介は、えー、2階席からの眺望は、あの、良、ね、くて傾斜もいいです。それだけですよ。終わりです。で、えー、もう一つは、えーね、さっき言った奈良クラブ。奈良クラブは、えー、応援が独特。それで終わりですよ。 でレノファー山口は、えー、温泉があのいいです。もう全然もうサッカーと関係ないわけですよ。ええね、この本を購入して、ね、あの長野とか、まあ、山口とか奈良に行こうと思うかって言うとね結構怪しいと思うんですよね。正直なところ。ええ、これね あのー、発売された経緯で言うと、おそらくだけど J リーグの本店がね、えー、まあコロナによって観客動員数が減ったと、少しでも回復させるために、あのー、まあその学研者さんのあ力を借りて、えー、スタジアムにお客さん呼び込もうっていう風に、えー、してる一つの方策なんですよね。でもね、えー、J リーグが監修したとは思えないぐらいね、 ちょっとね、おざなりだなと思ったんですよね。うん。別にホームページで書いてあることと何ら変わりないわけですよ。各チームのね。まず一つ目が。やっぱりこの本ならではの、なんか例えばの話、うん、旅行で言えばルルブですよね。ルルブでしか得られない情報とかが、うん、この本にはね、入ってなかったりしてて。 そこがちょっとがっかりだったっていう点と J リーグがねやっぱりちゃんと監修してないっていうのがいけないなと思ったんですよね学研者がいけないんじゃなくてやっぱり J リーグの本店がこ,れ、ね、こういうところ帰ってくださいこういうところに、えー、フォーカスしてくださいっていうのがね全く伝わってこないわけですよ、えー、お金の無駄ですよだってそそうでしょこの、えー、学研者に依頼したのだって我々が普段スタジアムで えー、払ってる。お金の中から、えー、徴収されて、えー、まあ、委託しされてるわけですよね。学研社さんが。ですよね。なのに、この本を見て、いや、長野や、あ奈良あ山口だけじゃないですよ。他のところの、あその、ね、この本に掲載されてる、60クラブが掲載されてるんですけど、そこに行きたいと思うかっていうと、ちょっと怪しいなと思ったんですよ うん、でね、ちょっと影山優香さんにちょっとお願いがあるんだけど、あの、長野と奈良と山口のことをフォローしてもらえないもう無理だわええ、うん。チェアマンに見放されて影山さんに見放されたらもうどこにも行き場ないですよ。正直言うけど。え、うん。あの、ツイッターでも、あの、インスタでも何でもいいんで、なんか、 あのー、ちょろっとコメントしてもらえるとね、非常にありがたいと。でね、この本では冒頭で、あのー、なんだっけ、影山優香さんがね、えー、大好きなサッカーとのその関わりについていろいろお話しされてるから、えー、影山優香さん好きな方は、ぜひその辺も、えー、購入してみてください。読んでください。はい。 あの、野々村義和チアマに聞きたいんですけど、そんなに長野のこと嫌いですかええ、僕、時折噛みついたりはしてますけど、あの、嫌いなら嫌いって言ってもらえれば、あの、きっちり投稿拒否するので、あの、そう言っていただければ、ええ、ありがたいかなと。嫌いなら嫌いだよって。うん。いやでもね、 あの野々村チェアマンのやってることあの決して悪いことばっかりじゃないんですよ。あの例えばね、J リーグのあー各、えー、あれですよね、このカテゴリーでちゃんと定数決めたっていうことに関してはちゃんとあ考えてらっしゃるなっていう部分もあるなとは僕は思ってるんです。ね、ちゃんと、えー、定数20ずつにしますっていうふうに言ったこと自体は良かった点ですよ。 ただね、それ以外の部分では、あの、本当正直言うと仕事らしい仕事してねえな、この人っていうのは、うん、第一印象。で、もちろんね、あの、うん、ここ数年大変だったと思いますよ。えーのえー、野々村チェアマンが就任したのは去年ですから、いろいろコロナがあって大変だったとは思うけど、まあ、それにしても全然仕事してねえなっていう。まあ、あの、最近で言えば、あの、ダゾーンうん、との放映権、 の交渉もね、やっぱり、えー、チームの野村で勝ち取った放映権ですよ。わかりやすく言えば。でも、それでもね、例えば一番わかりやすいところで言うと、えぇ、ー、と、あの、キックオフっていうね、あの、番組を、 あの、要は、地方のテレビ局にはお金ばらまいて、あの、とにかく J リーグのことを取り上げてくれってや、や、やるのはいいんですよ。いや、よくないんだけど。だけど、あの、地方のテレビ局の人たちなんか、お金持ち逃げすることしか考えてないから、あのー、正直言うと、ダゾン以外では放映される可能性は少ないです。年に1、2回やったからいいでしょって、えー、言われるのが咳の山ですよ。 あの、地方のテレビ局のテレビマンにお金渡しても、特に編成の人にお金渡しても、意味ないんですチェアマンわからないですか慶応大学法学部、うん、卒業されたチェアマンらしからぬ、あの、うかな行動です。ぶっちゃけた話。いや、もちろん、キックオフね、それぞれの、あ地方で、あの、楽しみにしてるよっていうファンの人はいるかもしれないけど、もうね、無駄です。今、テレビにお金ばらまいたところで。 ね、もちろんわかりますよ。あの J3 の放映権、放映権っていうかね、あのダゾンでも放映されないっていうことは来年からもう決定し,してるわけだから、あどうなるのかなっていうふうな感じはあるけど、にしてもね、やっぱりお金の使い方がちょっとおさなりかなっていうのは感じます。ねでね、ちょっとね、皆さん、ね、他の J リーグの他のサポーターにも聞きたいんですけど、 あの、個性がなきゃ、サッカークラブチームって、えー、やっちゃいけないんですか例えばね、あのー、奈良も、長野も、それから山口もそうなんだけど、まあ、個性らしい個性なんかないですよ。え、ね、個性ってどうやって出したらいいんですかえ、ね、じゃあ、例えば、例えばですよ。じゃあ、スタジアムグルメで、えー、ね、取り上げてもらうために、あのー、ね、 これは倫理上ギリギリだなってこういうメニューを開発すればいいんですかじゃあ僕例えば言いますよ。ねこれ、あの、ちょっと当てずっぽで言うけど、えー、母乳ソフトクリーム。ね何それ、えー、簡単に言うと、あのー、赤ちゃん産んだばかりのお母さんが写真入りで、ねお子さんと写真入りで、えー、私の母乳このソフトクリームの中に入ってますっていうような、言う,うような商品開発すればいいんですかえ、ね あ珍しいですからね。個性は出ますよ。えー、ここでしか、えー、食べられない。母乳ソフトクリーム、えー。多分ね、あの、汚いおっさんたちは群がりますよ。ソフトクリームに。で、しかも顔写真入りのあソフトクリームだから。でも、果たしてこれが個性ですか、えー、母乳ソフトクリーム。ね。赤ちゃんをみ立ての女性の方に写真、 でね、顔写真入れてもらってね、ね、えー、この方の、えー、母乳入ってますっていうので、個性出したらいいんですかあるいは、えー、今、あのー、いろいろ広末良子さんの不倫問題でガチャガチャ言われてるから、ね、あのー、プリン、プリンアラモードを、不倫でアラモードみたいな形でね、ね、スイーツ売り出したら個性になるんですか例えば、えー、その、 プリンアラーモードって、あの何、何生クリームとプリンと、らんぼでしょあだから、入ってるからあー、そこにネーミングだけ、プリンでアラーモードで、あの、ろうそくと塩入れられますみたいな感じで。ね塩はなんだっけあの、あの、腐れシ,シェフのあの、鳥羽さんだわ。ねんで、 呃、えー、ろうそくはこうおまけで、なんかキャンドルジュンさんがやってるから、なんかろうそくそれっぽいのをちょっと入れときゃいいし、なんかサクラんぼは、なんか広瀬良子さんの、うなんか顔を入れて、なんか、えー、プリン、プリンでアラモードを、プリンでアラモードみたいな形で売り出せば、それ個性何ですかあるいは、あのー、うーん、なんだろうな。親子丼を、あーね、 あの、不倫丼として売るとか、ね。あの、要は、えー、あれって、鶏肉を、えー、卵で包んで、えー、ご飯と一緒にかき込むわけでしょだから、あのー、こう、卵に肉が寝取られちゃいましたみたいな感じで、あのー、なんて、末広丼 広末丼ってなるとちょっと色々問題あるから、末広丼みたいな形で売り出したら個性になるんですか違うと思ううん。俺は、このね、母乳ソフトクリームや、あのー、なんだっけ、不倫でアラーモードとか、あー、末広丼みたいなもの出したところでそんなの個性にならないと思う。言っとけばね、あみんなネーミングが面白いと思って群がるかもしんないけど、そういうことしなきゃ取り上げられないの。 個性とは呼べないのそれはちょっと違うと思う俺だから怒ってんですよええ J リーグがどういう、うん、意図であの学研さんにこういう本作ってあのー、お客さん呼び込みたいんだっていうコンセプトがもうブレッブレなんですよええあのル,ルールみたいなちゃんと旅行案内みたいな本になってないわけですよ 結局それは本店がブレブレだから。でね、あのー、僕の言ってることが分かりにくいっていう風に思う人いると思うから、これ学校でちょっと例えるね。例えば、あのー、野々村チアマンが J リーグ学校の校長先生なんです。校長先生。ね。野々村義和かずチアマンが。で、あのー、生徒を預かってんのが影山優香先生なんですよ。ね。新人の。 ね、若い、若くて綺麗な先生なわけですよ。あー、よかった、と。うちの担任の先生今度は若くて綺麗な先生になってや、って言って。ね。で、生徒は、まあ、J リーグ60チームあるから、まあ、60名ですよ。でね、えー、長野くんと、うん、山口くんと、えー、奈良くんは、まあ、はっきり言うとクラスの中でもいてもいなくてもいいような存在で、ちょっと影が薄くて、ね。 でも、例えば七橋、あのー、何飼育係例えば、す、とか、あのー、水槽水槽の掃除してくれる。ちょっと、ね、地味だけどちゃんと、あのー、人のね、嫌がる仕事でもちゃんとやってくれる子なんですよ。長野くんだったり、奈良くんだったり、山口くんは。ね影山先生だってそういうの分かってますからね、ねちゃんと拾ってくれますよ。 長野くんありがとうね、と。みんな、うん、この仕事はあんまり嫌がらない、あの、嫌がってやんないけど、長野くんが、水、う、槽、ん、係やってくれるおかげで、あの、ね、こんなに、あの、金魚とか綺麗だよ、みたいな感じで、拾ってくれたりすると思うんですよ。影山優香さんは。だけど、校長がダメだよね。はっきり言うけど。うん、野々村義和校長が、あ、長野なんか、 長野や奈良なんか、もうき、いてもいなくてもいいから、投稿拒否でも何でもしろやって言って、勝手にさじ投げるわけですよ。あの、この本見てもらえばわかるから。よく伝わる。あの、J リーグが何考えてるのかっていうのは。ええー。で、あるいはね、山口だって、あの、レノンは山口、今 J2 ですから、まあ、降格県には毎年顔ぶれとして、 ねえ名前上がってるけどそれでも一生懸命頑張ってるわけですよ、うん、例えば体育館の掃除一生懸命ね山口君はやるよねっていうのを影山先生見てますよちゃんとね影山優香さんを担任の先生として見立てた時にそういうの影山優香先生は拾ってくれるのに校長先生が何も拾わないでしょそれぞれのチームの良さをなんか あのね、早稲田とか慶応とかの付属の学校に入りそうなやつばっかり、まあビッグクラブチームですよ。わかりやすく言えば。こう持ち上げて、いいクラブチームなんですよ、いいクラブチームなんですよって。そんな誰だって見りゃわかるよ。俺が怒ってんのは、こういうことやるんだったら、普段、あの、日の目を見ないクラブチームにもちゃんとスポット当て、当てるような本作りをしてもらえませんかって、なんで依頼できなかったのかってことなんだよ。 だから怒ってんだよ、うん。もうポンコツですよ、野々村義和校長は、うん。影山優香先生は違うよね。あの、もし、ね、長野君が、もういいと、あの、ね、僕なんか、あのクラスの中でも、いてもいなくてもいい存在だから、学校行かないって言って、ね、登校拒否するとするじゃないで。影山先生はちゃんと話し合ってくれますよ。ね、みんな。 あの、長野くんこんなこと言ってんだけど、あの、ね、い、ね、家の近くの、ああ、子は、あの、長野くんのことを迎えに行ってあげてって言ってくれると思うんですよ。ああ、まあ、腐れ松本のね、ことなんか、ああ、来たって別に学校行こうなんて思わないですよ、正直言うけど。正直ね。あの、なんか、松本山雅くんが、ああ、長野くん、あの、学校行こうよって言って、うるせえよ、と。 お前がいるから行きたくねえんだよって言いたくなっちゃう。でもね、そういう影山優香先生に対して、吉和がね、吉和が、まあ、あえてちょっと呼び捨てにさせてもらうけど、あの、もういいだろうと。長野や奈良や、あの、山口なんか、あのー、ね、ライセンス料そんなに期待できねえから、みたいな感じ。お金ね、取るときだけはね、あの、ライセンスだからお金、 招集するよって言うくせにね、ライセンス、ライセンス、ライセンスって言うじゃないですか、サッカーの人たちは。とにもかくにもライセンス、ライセンス、ライセンス。じゃあね、俺言わせてもらうよ、J リーグの本店に。お前らにないのは優しさライセンスなんだよ。いいかいお前らに足りないのは優しさライセンスなの。優しさがないのよ、人に対する思いやりとかが。 うん、お金を稼げるやつがあやっぱり優遇されてね一生懸命ねたとえ、うん、10万でも20万でも一生懸命お金かき集めてね、うん、こう納めるっていう形の、うん、ものに対してね「なんだよこれポぽっちかよ」っていうだけで「ふんみたいな感じでしょもうそういう部分がね伝わってくるんですよこの本から。うん だから怒ってんですよ、俺は。うん。いいですか ?J リーグの本店の人たちに言いますよ。あなたたちに足りないのは優しさライセンスなんですよ。うん。お前ただそれ言いたいだけだろ。まあちょっとそれもある。あのね、野々村義和かずに言いたいけど、ね。あの、J リーグがそのつもりだったら、あの、長野は長野で、 あの、好きなように生きさせてもらいますよ。別に J リーグだけがサッカーだけじゃないですから。サッカーってわけじゃないですから。うん。後でガタガタ言わないでくださいよ、校長先生。うん。別に学校行くだけが勉強じゃないですから。え言っときますよ。うん。J リーグがそのつもりだったら。うん。 それは先生はね、あのー、慶応とか、早稲田入れるように、えぇ、ー、出来のいい、えぇ、ー、ね、えー、こう、こう、拾い上げて、ね、送り出せばいいじゃないですか、ビッグクラブチームを世界に。でもね、そんなの本当の勉強じゃないんだよね。正直言うけど。勉強っていうのはね、結局、あの、自分が何で身を立てていくかっていうことの、 あために一生懸命勉強するわけだから、うん。大学に入ったら勉強しない。それじゃダメなんだよ。見てくれは頭良くてかっこよく見えるかもしんないけど中身何にもねえんだよ。それって結局野々村義和ちと何ら変わりねえことだよ。言い方悪いけど。 どうせ、うん、頑張るサッカーだったら、ちゃんと自分の身になるためのサッカーを、うん、やるべきなんだよ。僕がね、言いたかったことは。そうでしょ影山先生もね、これ聞いてたら、うん、そこに対してね思う、思いの丈を言ってくれよ、と。うん。そんなねあの、慶応大学法学部のね、エリートさんに、理科大の土手編がね、どうこう言える筋合いはねえんですけど、 でもね、さすがにこの本を見たときにね、切なくなったんですよね。ああ、そうかいと。うん。じゃあ、予告しとくけど、うん、嵐起こすからね。野々村よしかずチェア後でガタガタ言わないでくださいよ。え、うん、長野初か、初になるかもしんないけど、その嵐が。うん。その時にガタガタ文句言って、 あのー、勝手なことしてもらっちゃ困るなんて言わせないからね、うん、こっちはこっちで法的な手段ちゃんと取るから、うん、チアマンがガタガタ言うようだったら、うん、この本にはねそういうものがね溢れ返ってんですよ、うん、だからねぜひね僕の言ってることが嘘だって思うんだったらまずこのね、えー、影山優香さんが表紙になってる えー、J リーグ、えー、観戦ガイド、購入してみてください。いろいろ感じるものがあると思います。え、う、え、ん。あ、それからね、えー、抽選で、えー、210名の方にね、あの、チケット1000円オフがね、1000円オフのクーポンがね、ええー、当たりますので、ぜひとも、えー、購入してみて、ええー、熟読してください、皆さん。え、う、え、ん。いやー、怒っちゃったねー。 でもね、影山優香さんね、僕どういう方かあんまり存じ上げてないけど、ごめんなさいね、なんか、あの、迷惑かけちゃって。だけど、あのね、やっぱりね、この本を見た時ね、ちょっと辛くなった。正直言うけど。あ、あの、長野も奈良も、山口も J リーグの仲間じゃないんだな、と。はいはい、と。上がりやした、という気持ちになっちゃったんだよね。うん。 あるいはね、あのー、野々村義一かずマはね、オレンジ色のチームがなんかひょっとしたら嫌いなのかなとも思ったのよ。これね、あのね、長野や奈良だけじゃない、あ、な、違う、長野やあの山口だけじゃないんですよ。新潟とか清水も結構おざなりな扱いしてるんですよ。よく読んだら、なんかちょこちょこって書いてあるだけで。えー、オレンジ色チームの二大挙党ですから。 ね大宮 RD 社にいたって、こんなちょこっと書いてあるだけで。ええー、と。ひょっとして野々村吉和チアマンはオレンジ色のチーム嫌いなんじゃねえかなって疑いたくなるくらい。愛媛 FC だってそうですよ。うえ、ん。 もしね、野々村よしかずチャーマンがオレンジ色のチーム嫌いだっていうことであれば、はっきり言ってほしい俺、お前らのことは嫌いだって。そうしたらこっちだってね、あのー、対応できるんでね。あ、そうですかと。チャーマンはオレンジ色が嫌いですかと。分かりやしたと。うん。こう、諦めもつくわけですよ。うん。 まあぜひね今日僕が伝えたかったことはこのね、えー、J リーグ監修されてある学研さんから出版されている、えー、J リーグ観戦ガイド、えー、影山優香さんが表紙になってるんでこれ購入してみてください、えー、僕の言ったことをなんとなく分かっていただけると思いますのではいはいそれから、えー、J リーグのね えー、試合の1000、えー、円、えー、オフになるあのクーポンも抽選で当たりますので、ね、ぜひ、えー、購入してみて、えー、熟読していただければいいのかなとねえ観、ー、戦ガイドのあお役に立ててくださいはいあそれからねあのこの本を購入し,した、えー、長野や、えー、奈良や えー、山口のサポーターに僕は伝えたいんだけどね。いじけないでください。僕みたいに。すぐ気に入らないことがあると、あのー、上の人に噛みついちゃう。こういう大人にはならないでください。ちびっこも。え、う、え、ん。これが本当のね、ダメ人間なんですよ。えー、ということでございます。はい。あの、最後に、じゃうまあ 長野は長野で好きなようにやらせていただきますんで、よろしくお願いいたします。えー、今回は以上でございます。えー、今回いかがだったでしょうかよくやったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。えー、ご視聴ありがとうございます。